頑張ってください。頑張ります。お前もだ。あいつがわがまま言おうがはちゃめちゃやろうが笑っていく。それぐらいの魅力を持ってる。おはようございます。今日来た？まだ5人ぐらい。ちょっと来てる。来た。わからんであれだよね。あそうですね。わからんもんで。ここまで来てくれんとさ。おはようございます。わからんよね。ぶん殴ったまあこちらから行きましょうか。おはようございます。岐阜から来ました中村です。今日は坂本さんと寺道さんに絶対返すんでよろしくお願いします。お願いします。まずは滋賀県から来ました澤崎です。よろしくお願いします。お願いします。社長がいない分代わりです。ありがとうございます。あとゲストの方、愛知県豊橋市から来ました寺道です。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。第1回塗り替え道場コンペご参加ありがとうございます。みんな楽しむようにクラブ等怪我ないよう、はい、よろしくお願いします。各種景品取り揃えてます。ほぼ漏れなく積まれるかなと思うぐらいあるので皆様今日一緒に楽しんで、プレー後終了後コンペルームで発表いたしますのでよろしくお願いします。一言だけ愛のつぶやましょう。拍手でお願いします。よろしくお願いします。そんなシャイじゃねえだろ。そんなシャイなやつ見たことない。恥ずかしいよ。すごく恥ずかしいよ。それでは今日一日皆さん楽しんでよろしくお願いします。俺がいつもカメラがあると弱いのわかるから。カメラに強いな。めっちゃ強いじゃん。おお、来週。おお、来週。カメラって皆さん強いっすね。面白いね。あ、バイバイ。どうですか。ここだけなんでカメラ入るのは。あ、もう、はい、この一打です。ぜひ楽しんでってください。お願いします。おー、やばいぞ。すげえ。うまいっすよ。芯が綺麗。なんかうまい。本当。ドライバーうまいです。得意なんだ。はい、決めた。なんだ。うまいっすよ。何もでも得意だな。お願いします。第1投しかどこにならないな。そうですね、確かにそうでした。よし。さあ、今日唯一の女の子、みどりちゃん。ナイスショー。はい、もうスタートしております。しております。もう戦いを始まっております。今日の心境はどうでしょうか。ドキドキ、ドキドキ、ワクワク、ワクワク。あ、いいですね。俺誰、健闘をお祈りしております。お願いします。こちらこそ健闘をお祈りしております。お願いします。じゃあね。じゃあ頑張りたいと思います。楽しみます。楽しみます。国勝まで頑張ってください。頑張ります。お前もな。僕も自分を応援しております。おお、ナイスショット。これだけ取ったよ。そうだな。しゃべりかけたくない。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は。初
勝手に動画回しますけど、よろしくお願いします。これは何仲間ですか？3人でもらえたんですか？3人ですね。何仲間なんですかね、これ。普通にゴルフ仲間です。あ、ゴルフ仲間。同級生なんですよ、4月生から。あ、そうなんですね。僕だけ、あ、違う、ジュジュ、ジュジュ、ジュジュ、バレたね、オーナーどうですか、今日の調子は。主催者オーナー絶好調しかないだろ。絶好調しかない、不調って言ったことねえだろ。ここです。確か3000のはずです。逆の4番、成田雄一。おお、やったやったな、お前。書きましたよね。3000。はい、ニアピン、おめでとうございます。いいよ。では、すみません、ドラコンの方を発表したいと思います。12番、井村くんから、片岡さん。おめでとうございます。おめでとうございます。ドラゴン賞です。7番、高橋くんからの自分です。すみません。すみません。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、結果発表に参りたいと思います。準優勝いきます。すみません。僕です。なんてやるなんてやる、すいません。 103? おー、130優勝。おー、いいね、いいね。あと呼ばれてない方、結構ハマっとるとハマっとるとバキーといく可能性があります。では発表したいと思います。アウト47、俺だ。イン44、小林克典。おー、嬉しい。それでは小林克典さん。おー、嬉しい。すいません、なんかできるんじゃない。すいません、なんかすいません、申し訳ないです。別のだけは疲れ。別のだけは疲れ。別にそんなに早く慣れてるんだろう。そんな早くない。ビッグ半分だけちゃったことある。それなんか前に言っとったよな。チームで1メートルの長さにしようかな。ああ、そうそうそう。伸びてるんだろうな。半分だけ取ったら、半分だけ取れた。マジっすか。あ、結局一緒の長さだった。すごい魅力を感じてるので、なんか、ベタボメになったんですけど、オーズの時にやったら無理だ。あんなに固めに来てわがまま言っても何が許されるかって、それ以上に友達思いなんですよ。だから、これができるから、それをこう超越するぐらい友達のことを大事にしろよ。なんであいつがわがまま言おうがはちゃめちゃやろうが笑っていく、それぐらいの魅力を持ってる。なんか同級生褒めるようでちょっと気持ち悪いんですけど、回ってますよ社長。すごいいい話を取れました。トップじゃ見せてね。ここは流したから、ね、ダメですか。恥ずかしい。あ、でも本当に小林克典という人間の魅力にはこういう、まあ、今日は個人を忍ぶ会やった。忍ぶこんな違うわけな。ちょっと寂しいやな。はい、行きます。はい、チーズ、はい、チーズ、多分 OK だと思います。ありがとうございます。あまり寄ってないので、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。やるといいでしょ。準優勝の坂本が走ってた
ね、本日は遠くからわざわざお越しの方々ありがとうございました。で、まあ、本当に今日は楽しい一日になりました、小林克信がいないため僕が代わりに挨拶させていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。またよろしくお願いいたします。以上です。